はい。どうです皆さん。チームエア。できましたね。ちょっとかっこよくない？いいっすね。これ。予想以上に。予想以上に。世界の。できましたね。世界の純橋本がデザイン。世界ですよ。いやー、素晴らしい。ね、いやさすがです。いや、なんか最初ちょっとボルドーってどんな感じになるか、ちょっと不安だった部分ありますけど、うん、僕ね、ほんと正直、皆さん似合ってる。ありがとうございます。うん。いや、だから良かった。履き心地最高でしょ？ほんと最高です。内藤さんはね、はい、何でも似合うからね。まあ、ね、多分忘れてると思いますけど、はい、僕ゴルファーじゃなくて、一応プロのモデルです。はい、ゴルフ好きの、ゴルフ好きの、かっこいい人じゃなかったんだって。最近ね、よく言われるんですよ。あ、ヒロさんモデルだったね、今。ゴルフばっかりやってますけど。ということで、はい、練習ラウンド、はい、ハーフ、吉井カントリークラブのアウトコースにやってまいりました。蓬莱が6400ぐらい。6400ちょい、ね。ちょい。ですね。はい。で、まあ、ハーフがだいたい3200ぐらいなんで、まあ、そこを計算しながら、想定しながら、蓬莱カントリーを想定しながら、ちょっと今日は、やってみようかと、うん。はい。で、ティーショットはノルマ。1人2。2ね。で、1ホールだけ。はい。フリーな、はい、状態であるので。はい。で、打順は、僕。はい。竹内さん。はい。じゃちょっとその順番行きましょうか。僕、竹内さん、三好さん、はい、木田さん、はい、キャプテン、はい。こんな感じで、打ってくるんで。まあ、今日は何アンダー。まあ、よく言ったら、10アンダー。はい。練習なんで。練習、うん。負けた、負けず嫌いしかないですけど。もう天気もいいし。そう。もうこれ、言い訳つけてないですよ。風も程よい、はい、いい風が出てきたんで。もう気候的にはもうハワイですよ。ね、もう完全に。そうですよ。これ群馬のハワイでしょ？群馬のハワイ。もうやったやった。これ。このや、これやった。ということで、はい、じゃあスタートしましょう。はい。じゃあ、チーム、オーティンチューブ、始動です、はい、よし。じゃあ、一番手。はい。始球式みたいな感じですけど。もうね、ちょっとね、選考会より緊張してるんです。さっき池田さんにも言ったけど。なんだろう。そうっすか。だからすごい喋るでしょ。選考会の方が。いや、俺ね、選考会よりちょっと緊張してる。そうっすか。なんかね、ちゃんとやんなきゃと思っちゃうから。フェードかかって。うん、よいしょ。大丈夫です。ちょい楽ですかね。バッチリです。竹内さん。はい。2番手。飛距離担当。飛距離担当。飛距離担当。とにかく近づける。いい風吹いてるよ。これなんか、吹いたくなっちゃう風ですよね。うん。もっと戻ってこい。戻ってこい。いや、いいよ、戻ってきてる。いけいけ。あ、いい感じ。お、いいんじゃない？ナイス、ナイス、ナイス。ナイス。なんか竹内さんの場合は、ほんとこう、パー4とかは、僕がまあ、コース上にあれば、もう、本当に、残りちょっとか、OB かどっちかぐらいでいいと思うんですよ。了解です。もうミスは全然 OK なんで。ガンガン打ってきます。逆に体が壊れるぐらい振りまくってください。わかりました。お任せください。よし、3番手。いきます。3番手。技巧派。三浦さん。いや、いいんじゃない？ちょっと左か？ちょっと左。でも飛んでそう。と左。ありがとうございます。うーん。ナイス。さあ。もういいんじゃないの打たなかった。一応、池田さん。一応ね。一応。一応ね。ティーショットだけはちゃんとやっていただいて、あとセカンドカラーはもう、セカンド持っていただいて、パターは打たないと思うんで、今日。わかりました。さすが。フェアウェイキープ。あ、ちょっと右、ちょっと右ですね。ちょっと流された。うん。はい、じゃあ、行ってみましょう。はい。はい。なんだろう、俺、本当に選考会より緊張してる。今、体が動かなかった。なんで緊張してるの？連弾っす。なんで緊張？頑張ってきます。失礼します。ありがとうございます。今日は応援団もいます。応援団もいます。はい。さあさあさあ、あ、一個ありますね。ちょっと竹内さんの、飛びすぎるんで、ボール二つ持っててくださいね。了解です。後でピックっていう方が絶対いいと思う。そうですね、了解です、うん。あ、でもそこにあるの竹内さんの。え、池田さん飛んでません？二つ。あ、お、すご。二つありますね。
よいしょ。僕のはね、うまくね、この下り傾斜を利用したんですよ。さすが。利用した、はい、狙ったってことですよ。今の言い方。僕がここ。あ、自分もちょっと、その一つ前にありますね。あ、ここラフなんで。まず、この左足。そうですね。これはないですね、多分。はい、ね、出まーす。グリーンの脇ぐらいまで。あ、一回クラブみんな取ると思うので。これ14番。あ、それ自分ですよ、じゃあ。これ、池田さん。まあ、ここで、でも僕は思うのは、竹内さん取っちゃうのはまあもったいないんで。そうだよね。うん、竹内残した方がいいってことだよね。はい。まあ、本当は僕か三好さん取りたいとこですけど。とりあえずこっち行きますか。フェアウェイ行きますか。池田さんので行きますか。いや、フェアウェイの方がいいっすよ。池田さんが猛アピールだから向こう取っとこう。向こう行きましょう。フェアウェイの方がいいっすよ。まあ、ラフよりはフェアウェイですよね。はい、ですね。まあ、でもピンに対してもこっちの方が打ちやすい、うん、とこじゃありますよね。そしたら、池田さん、T 刺していただいて、ピックしていただいて。ここね。はい。こんな感じでいい。後ろでいいと思います。これの後ろで。はい。で、セカンドは30センチ。30センチ以内なんで、こっち側ってことね。こっち側で、ね、まあ、ここ2発、ここ2発ですね。はいはい、これで、ちょっと埋めといた方がいいですか、はい、大丈夫です。気になる。距離112。112。112。112。一応、打ち上げ、高低差入ってます。のフォロー。フォローですね。5人しっかりぐらいでいいかな。105打つぐらいで感じそうですよね。105ぐらい。うんうん、ほんと緊張してますね。この間じゃ考えられないよ。これマジで緊張してるこれ。クラブがわけわかんないとこになった。やばい。2番手。了解です。2番手。まあ2番手っていうか1番手ですね、これ。1番手。はい。でかい。でかいな、これ。硬いね、なんか。硬いっすよね。でかい。ああ、でも残ってるかな。うんうん。ナイスです。ありがとうございます。30センチ。プレースですよね。はい。はい。どう？どう？いい感じ？どう？おー、ナイス。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 54。安定感あるなぁ、皆さん。結構ドキドキしました。うまっ。距離が合えば完璧。あー、ちょっと短いね。いや、ナイスです。あざっす。なんか一人、なんか打ってないみたいな編集になってると思いますけど。そういうこともね、チーム戦ですから。そう、多分。誰か打ってない線になってますね。誰か打ってない線ね、はい。で、これは普通にマークして。マークして、その横で。ってことですね。こちらが、そうです。もう選択の余地がない。これしかないもん。でもこれ、今。さあ、入れましょう。若干上りですか、これ。上りでしょう。上り目の。上りのスライス。スライスですね、軽く。なので、多分スライスラインだったら、これの右側から打った方がいいですよね。うん。うん、あ、ごめん。ここでどうでしょうか？右。はい。これは確かに突っ込んでっていいな。こんぐらいの距離の時は僕もガンガン行った方がいいですね。うん、ですね。うんうん、打ててないナイスアッチ！ナイスパットなんですけど。だけじゃん、入れちゃって。これ邪魔になるね、これ。あ、でもそこは、ここそっちは大丈夫じゃん。大丈夫、はい。怒られるとこあった。ダウン！これはもうピックアップでいいと。これはピックアップで。はい。早速池田さんに残す。いや、無理でしょ。こんなん。じゃあ、このまま、
ヒゲさんたっぷりお願いします。これで入れちゃっていい？本当は、これでマークしとかないと、もしクルンがあったら怖いんで、本当はこういう風にマークしてください。はい。はい。ありがとうございます。ナイスパー！ナイスパー！ナイスパー！でもなんか残念な感じ。ナイスパー！残念な感じ。いや、なんかこれで。パーが残念な感じ。これでなんか、はい、セブンアンダー行くのかなと思って。セブンアンダー？あ、違うか。いや、セブンアンダー。目標違うんですよ。18。18って言ってたね。今日9ですか。そうだね。今日もうどっかでイーグル取らないといけない。そういうことだよね。もうイーグル。あ、大丈夫です。もうイーグル。イーグル、イーグルメーカーいる、うん。まあ、イーグルメーカーいますからね。でも、まあ、それの問題が、一番手が、もう、大スランプみたいな感じになってますけど。大丈夫です。ね、我々います。あ、そうだね。わかんない。なんか、後ろにいるっていう、こう、緊張感がないのかもしれないね。いや、でも、もしかして。やっぱ、パターは、やばいね、うん、これ。パターやばいっすね。で、やっぱ、こう、いろんな情報が入るじゃないですか。うんうん、だから4番手の人普通より難しいんですよ。うん、ですよね。で入れなきゃいけないっていう空気になるじゃないですか。うん、ですよね。難しいですよ。難しいですよね。池田さん気持ち分かりますけど、うん、あれ入れてほしい。そうですね。いやいや無理だ。2ホール目、365。はい。はい。パー4。これはちょっと左ドッグ。このショートカットっていう道ありますよね。ありますね。ですね。これ竹内さんがあそこに行きたいな。行ってほしいな。キャリーで265とか70だったら間違いなくピンの方の、この向こうのグリーンの方に行くんですよね。ああ。マジっすか、はい、これ僕ドライバー今持ってますけど、これドライバーで持って僕ら打つとしたら、これも中途半端ってことですよね。ドライバーだとグリーンの右です、ね、ああ、ドライバーだともう全然もっと、なんつうの、左のクロスバンカー。岩のところにある、うん、はいはい、あの上あたりじゃないですか。なるほどなるほど。ちょっと右行ったけど。往来です。まあまあセーフティーみたいな、はい、トップバッターとしてのもう役割を、うん、バッチリです。役割は、はい、行ったんじゃねこれ。行った、行った、ほら行ったでしょこれ。ピン行ったぞ。届け。多分行ったんじゃない。おお、乗ったよこれ。あのキャリーはねグリーン行った。行ったんじゃね。ありがとうございます。止まってるかどうかのね。すげえ。そう。ナイスです。いいとこ。でもこういう状況の時って、うん、僕がコースにあったら。お二人もギリギリ狙っていかなきゃいけないって感じなんですかね。もちろん僕狙いますよ。そういうことですよね。うん、47歳が挑戦します。ちょっと中途半端でしたけど、ね。ちょっと大事なコメント言ってる時かぶしてください。キャプテンが今47歳。ちゃ挑戦しますよ。素人なもんで。いや大丈夫。それが面白かった今、はい。美味しいこと言ってんのにかぶってるよ。完全になくなっちゃいましたね今。方向出てるよ。これキャリーいけ。お、あ、でも岩の音がしない。もしかして音しなかった。前に行ってるの。前に抜けてるそうな。ぽいね。ちょっとドロップしてったな。まあちょっと、あ、グリーンにはないかもね。ですかね。竹内のやつどこでやるか見てきて。そうだね。オーバーかもしれないですね。飛ぶ人がいるとこういうことになっちゃうね。大体みんなね、同じあれ飛距離だからこうなるはずなんだけど、あまりにも飛びすぎて、わざわざ探しに行くっていうね。まあ、こっちで言うと三好さんだね。ですかね。うん。まあ、あえてこっちでもいいけどね。うん。うんって言った今。いやいやいや、いや、全然。だその辺の選択も。適当なコメントなのか、本当にそうなのか。いや、その辺の選択も、だって後半にこう。まあね、確かに。だって、例えばここで日野さんの選んで、うん、自分がここから先曲げ倒したらなんでここで選んどかなかったっていう話ができるわけですよね。そういうの結構あやがあるなって。あそこにいるそうです。どうした、手挙げたけど。ここです。レギュラーのものがね、はい寝てるよね。言いますか向こう。そうですね。ちょっと待って、そこ使う必要あります？ねえ。ああ、そういうことか。ロングにとって。キャプテン、でも、
え？ここです。そこ？まあでも、こっちでいいですか？確実にバーディー取りたかったらこっちでしょう。まあそうですよね。じゃあ、まずバーディー取りましょう。そうですね。じゃあ、ここで、はい。いろいろやります。OK です。ナイスです。最高。じゃあ、竹内さんも1回目。まあこれ、下りの、どっちだろう、これ、スライス入るのかな。スラっぽく見えますね。見えますよね。おお、結構いったな。結構いきましたね。結構滑ってきますね。うんうん、なるほど。それを見て。竹内さん。はい。入れちゃっていいからね。うん。一人イーグルありだよ。一人イーグルありですか。うん。全然ありですよね。ありあり。ちょっと出しゃばった感じですけど、うん、許しますよね。そのために入社したから。そのために。え？ナイスオン。ナイスオン。これは問答無用でピックアップですね。ここまで来て普通にパーだと思うんですよ。いやー、かけすぎた。いや、いいよ、曲がれ曲がれ。うわ、ん、早いよねー、やっぱ。あれれれれれれ、これどれを選ぶかちょっと悩むとこっすね。あー、でも、うん、距離から言ったらこれが一番遠いじゃないですか。でもさっき打ったライン上ですよね。まあまあそうですね。まあ曲がんないのはこれですから、うん、曲がり幅で言ったらここ日野さんのかなと思いますけど。キャプテンどうですかこれ。僕どれも入ります。これ僕どれも入ります。一発でお願いします。これじゃないですか。うん、みんな聞いてくれてない。いや突っ込んでくんないんですよ。いや、もう今の言葉を聞いて。はい。これですか。はい。僕はもうこれ絶対一発でやります。はい。じゃあ、僕はもう先にもう帰ってますよ。じゃあ、次のホールで。切れない。ちょっとスライスしました。スライスしました。スライス。カップ超えたところでスライスしたっすね、今。スライスしましたよね、最後。スライス。スライス。ほらー、ナイス、完璧、ありがとうございます、イエイ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 、はい、はい、よし、バーディー取れたよ。はい、今いいバーディーっすよね。いいバーディーだよね。よしよし。はぁ、なんか竹内キャリーこれか多分、あ、それ超えたとこぐらいだった。あ、そう、それ直したよ、さっき。ありがとうございます。あ、そう、直した。すげー、すごいよ。ていうか、アホやね。いや、アホ。ティーショット決めて、ティーショット決めましたから、このホール。本当に、スクランブルのために入社した男だからね。それは伊達じゃない。伊達じゃない。伊達じゃない。誰だ？私、はい、三好さん。これ俺だ、ね、みんなクラブ一緒に。わけわかんない。俺だけ拾ってこいと思って、わかる。3ホール目、パー3、140。うん。ここですね。やっぱパー3が。ここね、はい、重要になってくるんですが、うん、まあここはできるだけ三好さんか僕、ちょっと取れるように、取れるように、ちょっと考えてたんですね。すね、三好さんと僕はどっちが近いかの勝負。勝負。勝負です。ビタッといっちゃってください。ビタッといくよ。来たんじゃない？おお、距離。おお、入りそうだったよ。ホールインワン保険入ってるんですか？高いの入ってます。入ってる、入ってます。ひどい。どっか行った。まあ、一番手が良すぎたから、はい、あんまり気にしないで。あれじゃん、どこまで行った今。いや、左奥？奥のバンカーまで行ったと思います。そうだよね。はい、
あれなんか調子悪いの映った？ドン。エッジだ。オンならず。でもこうやって考えるとやっぱ難しいですよね、パー3って。ですね。このレベルでもなかなか乗らないとか近寄らないですからね。うん、たまたま僕が言ってますけど。いや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 。でも本当難しいですよ。と思って想定していてください。池田さん。え？三人とも乗ってないですか、今。乗ってない。乗ってないです。そういう練習ね。そういう想定でいきましょう。あらこれ本当に僕のがなかったらボギーの可能性ありますね。ありますね。っていうぐらいやっぱショートって油断できないんですよ、多分。だから、さっきも話したように、ショートは本当に集中力が重要な気がします。たまたまなんか一番後の人がめっちゃいいショット打ったんで。いや、めっちゃいいショットでしたよ。ピノさん近い。完璧ですね。しかもラインも良さそう。あ、ちょっと奥なのかあれ。ちょっと奥です、ね。ちょい奥ですけど。あの手前から転がってきました。本当だから入るこれ、奥に向かって、下ってるぐらいじゃないですか、ね、ここ。ちょっと奥っすね。でもこれ、キャリー、キャリー、本当にチップ。ね、本当に入りそうだったんですね。本当に入ったらよかった。ここ、こうかすめ出たんだな。ね、うん、これどっちですか？カップはフックですよね。うん、だと思います。はい。この吉井の傾斜わかんないですよね。ああ、でもフックするな、うん。カップのこの辺抜けてこっち止まってますもんね。うん、ちょっと確かに。この緑のちょい内側ぐらい。ああ、そんなに。ワンカップ、ワンカップ半ぐらいですかね。かよし。ちょっと薄すぎたな、今の。引っかかってんな、俺。いやでも、ほぼまっすぐ。あれ面白いまーす。おっ、よーしよーし、ナイス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 イエイ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 はい。よっしゃよっしゃよっしゃ素晴らしい。ナイス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 です今のよく入れたナイスナイスありがとうございます。あれ、俺って分かんないからね。はい。ということで、3ホールやってみましたが、僕もちょっと最初ド緊張してましたけど、やっとちょっと、ほぐれてきた。緊張するもんなんですね、僕も。多分ね、いいもん見れた。これ本番では多分緊張しないですよ、多分。この練習ラウンドっていうのが逆にいいとこ見せたいっていう緊張感が走ったので、本番もと頑張ります。まあ、この続きありますからね。はいはい。はい。そうですね。まあ、ちょっと初のスクランブル。なかなか、ちょっと思ってるより難しいですかね。奥が深い。やっぱりパッと。まあ、4番目に来たら多分入らないな、みたいな感じはします。なんかやっぱすごいみんな言います。やっぱ4番目に来たら入らないだろうなってみんな言うんですよ。うん、そういう雰囲気は感じます。あ、じゃあやっぱ3番目、皆さんで今みたいに片付ける。そう、決めてくれると。もうそれしかない。僕がライン見せて、竹内さん入るか、ギリギリ行って、もう皆さんをとどめさすみたいな。そうですね。本当ここで決めたい。もう池田さんはもう、いるだけ、ね。ソフトクリームでも食べてくださいっていう。いるだけ。OK 。じゃあ次。作戦、そういう作戦。はい、そうですね。いるだけ。池田さんいたのかって言われるような、そうそうそう、このチーム戦になれば。そう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 。池田さん出てました？そうそう。言われたら俺たちの勝ちです。3人だけでやってる感じ。これ3人じゃないですか、あれ。そうそうそう。